Oui. Euh... Oui, merci. Euh... J'aurais une question par communication, en fait, si c'est possible. Euh... Bon, je voudrais d'abord remercier les quatre, je crois que les quatre intervenants, parce que L'ensemble des communications était très instructif. Euh, à Madame Yamoto, je voudrais poser cette question. Euh, parmi le public sur lequel a porté votre enquête, y a-t-il, grâce à l'apprentissage et à la fréquentation de la culture autre, des changements d'attitude de l'ethnocentrisme à l'ethnorelativisme. Y a-t-il des blocages dans la même attitude En d'autres termes, les sept attitudes que vous avez décelées, sont-elles susceptibles d'évolution Y a-t-il de réelles chances pour qu'une éducation interculturelle, une sensibilisation aux différences culturelles puisse aboutir à Madame Ito, je souhaite euh, poser la question suivante. J'aimerais savoir si à sa connaissance, l'afflux récent des émigrés venant de Syrie, particulièrement en Allemagne, a renforcé cette éducation interculturelle dont elle a parlé. Euh, Est-ce que cette éducation dont elle a parlé? en Allemagne donc en particulier, va vers la connaissance précise des cultures différentes qui sont dans le pays, ou se base t elle euh, tout en reconnaissant la présence et la légitimité de ces cultures, ou se base t elle plutôt sur ce qui est commun, disons, à toutes ces cultures? Est ce qu'on va très loin dans la connaissance euh, des différences culturelles? À Madame Saito, je voudrais poser une petite question, euh, qui est celle-ci, comment euh, cette politique éducative donc, de Singapour, qui est basée sur une seule langue, peut-elle en même temps, à vos yeux, apparaître comme un modèle d'intégration et d'éducation interculturelle? Et enfin, à Monsieur Corbeil. Euh, la question suivante, en partant d'un fait que j'avais vécu à un certain moment, mais pas au, au Québec, lors du référendum sur l'autonomie du Québec, il semblerait que les voix des allophones aient fait pencher la balance contre l'autonomie. Est-ce un signe euh, de l'échec de la québécisation Et je voudrais surtout savoir...

えとこの今日発表させていただいた、えー、内容についてはまず最初に二十、えー、数名の、えー、方にインタビューをして異文化あの文化的な違いとかあのについてあの体験した時にどのようなあの見方をしているかとかどのように反応されるかっていうのをインタビューしています。でその中には えー、20代から、えー、50代ぐらいの,あのいろんな方、えー、海外に長く滞在していたことのある方もいれば全くそういった経験のない方もいらっしゃいましたでその中で海外であの,の経験がある方はもういろんな葛藤を乗り越えてあの自分の中にその。 他をを取り込んだような視点を発展させているそういった先ほどの紹介の中では内面化ベネットのモデルでは重要と今日はあまり時間なくて紹介できなかった適応などそういった方もいらっしゃいました。 でこれはあの海外の異文化体験だけではなくて国内でも例えば同じ会社の中の部門間の考え方の違いとかそういった集団コミュニティレベルでの違いなどからも葛藤ぶつかり合いを経験しそこからいろんな気づきを得ているそういう方もいらっしゃいましたでそしてそういった、えー、異文化の感受性を教育によって達成できるのかどうかというご質問なんですが、えー、とそうですね、あのー、今 インタビューをさせていただいていた方たちは特に異文化トレーニングとか教育を受けて何かをあの気づきを得たっていうわけではない方もいっぱいいらっしゃるわけであのこれは自然なプロセス人間的な成長としてあの自然に起きているという方もいらっしゃいますでそしてあの異文化コミュニケーショントレーニングの中でよく言われることにあの教育やトレーニングはそこに介在をしてそのプロセスを早めることができるのだそのプロセスを手助けすることができるのだ ですので私たちはあの、えー、そういった例えば葛藤なども、えー、よく異文化トレーニングの中ではシミュレーションゲームなどを用いてあの異文化的な視点の,あのぶつかり合いをあえて体験することで学ぶ体験なども取り入れたりするんですけどもそういったことを通じて、えー、プロセスを体験したりそこから気づきをあの得るということを、えー 促したりするそういうことで、えー、あの感受性の発達を、えー、促すことができるのではないのかなと考えています。はい山本先生ありがとうございました。では続きまして伊藤先生お願いします。はい、えー、ご質問ありがとうございました。シリア難民の存在がドイツの異文化間教育にですねどのような影響を及ぼ,ぼすのかと特定の文化への知識 を拡大していくことになるのかそれとも大きなくくりで異文化ということで一般的に捉えるところにとどまるのかということなんですけれどもこれ山本先生のご研究とも関わるかなと思うんですが個人がどのような接触経験を持つかというところでも大きく変わってくるかと思います。シリア難民を、えー 多く受け入れ始めたですね昨年の9月以降学校で子どもたち主導でシリア難民に対する寄付を行うお金を集め彼らの支援に充てるこれはつまり今現実のドイツ社会で行ってお起こっている現象に対して自分たちが何ができるのかを考える難民というものが発生する事象に関する学びが起こっている。 ということかと思います。そこからですね、今度は、え、子供たちについては学校に、あの、入れられることになっておりますので、学校で、こうした子供たちと、親とはぐれてですね、親とは一緒に届くできなかった子供たちが学校で共に学んでいく中で、また、個人の接触の中でシリアの文化、シリアという国が置かれている現状について学ぶ、 そこから異文化シリア文化を理解する大きく異文化を理解していくっていうことは生じるかと思いますまたですねあのお昼にドイツ国内ではドイツ語教師が足らないというお話をちょっと伺ったりしていたんですけれどもシリア難民が増えてきたからドイツ語教育をボランティアでされている方がいらっしゃったりですね そういったところで大人同士の接触も増えていますしその支援を受けたシリア難民の方が自分たちができることをということで炊き出しのお手伝いをされたりとかですねそういったこともされていますそうした経験を一つ一つ子どもたちがどのように意味づけていくのかまた大人がどのように意味づけていくのかそしてその入ってくるシリア難民に対するあのアンチの活動ですね 反難民反移民に対する活動がどのように起こっていてそれに対して大人がどう反応しているのか子どもが自分たちの声をどのように上げようとしているのかというところを見ていくと私はこの難民という現在の現象が異文化間教育をまた新たな段階に 進めていく可能性を持っているというふうに希望的に思われるかもしれませんけれども厳しい現状ありつつそれを学びに変えていくそして多文化共生を実現していくということを考えるべきかと思っております以上ですはいどうも伊藤先生ありがとうございましたでは続いて斉藤先生お願いしますえまずご質問の趣旨なんですけど多分英語の ただ一つ英語という言語で行われる教育が統合のモデルと言えるのかというご質問だったと思います。でこれに関して言えば結論を先取りして言いますと普遍的一般的な意味での統合のモデルとは言えないと思います。ただ最初に私がお話ししたようにこの背景にはシンガポールの特殊な事情があります。英語は誰にとっての母語でもなかったと。つまり4つの民族がから遠距離にどの母語を取り上げて とても不公平になるから英語にしたという特殊事情があるんですねで、そしてまた今シンガポールの中では比較的統合は相対的にですけれどもうまくいっているという事情がありますで、なぜうまくいっているのかということを私たちは分析する必要があるんじゃないかと思うんですねつまりあのフォーマルな公教育の言語として英語を採用したけれども学校教育の中では 外国自分の母語の教育をもう一つアディショナルに学んでいるんですねつまり中国語を母語とする人たちは教授言語として英語で学ぶけれどもそれ以外に自分の母語である中国語を学んでいますで、他の母語の人たちも同様に英語で学んでいるけれども自分の母語も学ぶそうすることによってフォーマルな公教育以外の母語コミュニティを別に持っています つまり中華系の人たちは中華系のコミュニティを学校教育以外の外のインフォーマルノンフォーマルなエデュケーションとして持っているんですねつまりコミュニティを二つ持っているということですで、そういうふうなまあ歴史的に言えばまあ開発独裁の段階と言ってもいいと思うんですけれども近代国家成立の段階で公用語を英語にせざるを得なかったシンガポールが母語のコミュニティを壊さないようにするために母語の教育も同時に公共の中で行い さらにインフォーマルなコミュニティも維持し続けているということの持っている意味ですねこれを私たちはもうちょっと分析しなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますつまり教教育育を公教育だけでで行おううととととすするるここにもはや無理があるんじゃないかといか移民の教育をよく観察していきますと移民の人たちは必ずこういうインフォーマルなコミュニティノンフォーマルなコミュニティを持っていますでそのことが移民の2世のや3世の 社会統合に非常にプラスの役割を持ち続けているんですねですからそういう母語によるコミュニティを壊さないで育てていく試みっていうのを同時に私たちは視野に入れなくちゃいけなくて教育を公教育の中だけで語るのにはちょっと無理があるんじゃないかなというふうに思いました以上ですはい先生ありがとうございましたでは最後はコルベイ先生お願いします Je vous remercie. Vous m'avez posé la question que tout le monde se pose mais à laquelle personne ne veut répondre. Je vais quand même essayer d'y répondre. En 1995, Jacques Parizeau, le Premier ministre du Québec, lors de la défaite référendaire, avait dit que, le, ce qu'il avait appelé lui-même, c'est ces mots, le vote ethnique était la cause principale de la défaite référendaire. Euh, donc, on ne parlait pas nécessairement d'allophones ici. Ce n'est pas nécessairement une question de langue. On parlait surtout des nouveaux arrivants. Donc, on peut parler des gens de la francophonie de France euh, qui euh, arrivent au Québec et après, euh, et ils ont la citoyenneté et après euh, quelques années. Ils n'ont pas envie de, de vivre dans un autre pays. Et ce sentiment est, selon moi, tout à fait compréhensible. Par contre, euh, je ne pense pas que la défaite référendaire ou euh, que le fait que plusieurs euh, allophones ou non francophones ont voté contre l'indépendance du Québec, je ne pense pas que c'est le signe d'un échec, euh, échec, de l'échec des politiques interculturelles ou d'intégration. Inter, euh, je vais vous dire pourquoi parce que tout simplement, il y a beaucoup de francophones qui ont voté contre l'indépendance. Donc euh, ce n'est pas euh, comme on, parfois on le voit dans les journaux tous les francophones sont indépendantistes, tous les non-francophones euh, euh, sont contre l'indépendance. C'est euh, une vision malheureusement euh, qui. Euh, de l'extérieur, mais euh, qui est selon moi fausse. Donc, euh, je connais plusieurs, j'ai plusieurs amis euh, francophones qui sont totalement fédéralistes, et il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus. Donc, euh, l'option souverainiste est en perte de vitesse. Et il y a plusieurs raisons, euh, plusieurs causes. Euh, bon, et il y a beaucoup de débats, mais euh, je pense, selon moi, euh, les politiques d'intégration, les politiques interculturelles euh, fonctionnent s'il y a un véritable échange interculturel. Et la question de la souveraineté est complètement euh, séparée. Malheureusement, certaines personnes l'associent encore. Euh, et euh, on parle parfois au Québec d'idée un, de communauté de destin très différente de Umequio tai en japonais. Hein. Ce n'est pas, pas la même chose, mais on a une, une idée de communauté de destin, c'est-à-dire que tout le monde euh, va dans la même direction, qui, qui, ça ne veut pas dire la souveraineté, mais on, veut, on, a les, on partage des valeurs. Et souvent, ces valeurs, bon, les valeurs québécoises sont perçues comme étant assez différentes des euh, autres provinces canadiennes. Donc, euh, autant au niveau légal, c'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, l'abolition la, 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 de la peine de mort, par exemple, il euh, y a beaucoup de gens qui... Euh, dans d'autres provinces, selon les sondages, ce serait pour le rétablissement de la peine de mort. Au Québec, on est majoritairement contre. Euh, donc euh, sur les peines pour les, euh, les jeunes délinquants, par exemple. Donc il y a, y a une, une vision de la société qui est beaucoup plus proche de la France, on pourra, bon, pour être plus simple. Euh, et donc à ce niveau-là, je pense que euh, l'interculturalisme fonctionne, mais euh, je pense qu'on doit redéfinir euh, ou on doit définir, parce que ce n'a pas encore été défini, la culture québécoise. Et cette définition, personne ne veut le faire en dehors du, euh, de la dimension francophone. Donc euh, le français c'est euh, un, un outil, c'est une façon d'accéder à une culture, mais euh, les, les, les nouveaux arrivants, comme les Québécois, parfois ont l'impression qu'ils apprennent le français pour accéder à une culture, mais ils ne savent pas à quelle culture ils peuvent accéder. Et donc quand on ne sait pas à quelle culture on peut accéder, il y a une perte de motivation, je pense. Donc la culture, c'est une façon de, de vouloir apprendre une langue. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai appris le japonais. Je voulais accéder. À cette culture japonaise et euh, le français, est une façon d'accéder à la culture de la francophonie, bien sûr, mais aussi de la culture québécoise. Mais il faudrait être plus euh, honnête, ouvert euh, et définir cette culture québécoise tout en prenant en compte la dimension interculturelle. Voilà. Oui, merci 丸月先生もなかなかか鋭いい質問でありがとうございました、まあ、マルキ先生はそのチュニジアからいらっしゃっているんですけれども多分今のようなこう質問をされるというのは普段の生活でこう感じれておられることから出ていると思うんですね、えー、まずはフランス語が日常私たちとは違って、まあまあ、いわばセカンドラングジみたいな形で話されている国であるということですねそれからまああのアラブの春の優等生と言われていたわけですけれども、えー、と私たちも知っている事件が起こりましたよね。 まあそういうこともあるので、いろいろ問題をこう普段問題意識があるから、今のような質問が出てくるんだと思いますま。問題意識があるといえば、いろんな言葉が話されているといえば、スイスの方がもっと話されているわけですけれども。では、リューディー先生、お願いします。 Comme M. Marzocchi, euh, je poserai une question euh, par euh, exposé euh, au risque que euh, M. Corbeil n'arrive plus à, à, à répondre parce que nous sommes à 20 minutes sur 30 euh, et euh, que euh, je ne sais pas comment vous allez gérer euh, le temps, euh, M. le modérateur. Alors, première question à Mme Yamamoto. Euh, je pense que vous avez bien montré euh, que, euh, comment on arrivait à euh, construire euh, différentes euh, représentations de la différence, euh, avec euh, différentes étapes. Maintenant, euh, l'éducation euh, interculturelle euh, comprend deux volets. D'une part, c'est la représentation de l'autre, mais d'autre part, c'est aussi l'auto-représentation. À savoir, c'est la question comment est-ce que je change ma représentation de moi-même hein Et vous en avez peu dit, j'aimerais que peut-être vous disiez un petit mot sur la manière dont vos enquêtés, vos informateurs, euh, ont euh, modifié les représentations qu'ils avaient de même dans votre expérience que vous avez nommée au départ. Vous avez clairement parlé de ça. Hein. Vous avez dit je suis rentré au Japon et puis je me suis quelque part senti dépaysé. Ben, c'est précisément une auto représentation qui a changé. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez chez vos informateurs? Deuxième question à Madame Ito. Euh, vous parlez de l'Allemagne, moi j'ai euh, présenté une situation ou des, une politique tout à fait similaire pour la France et pour la Suisse euh, il y a euh, deux jours. Euh, et euh, une des questions que je me pose et que je vous pose, c'est est ce que cette politique a modifié les attitudes et en particulier les auto représentations des Allemands? Si vous pensez au mouvement Pegida, hein, qui actuellement fait rage en Allemagne, surtout en Allemagne, dans les, dans les parties de l'Est de l'Allemagne, on a l'impression que euh, les, les Allemands deviennent de plus en plus xénophobes, euh, se renferment de plus en plus sur, leur prop, sur les stéréotypes euh, concernant leur propre euh, culture euh, nationale. Et euh, à mon avis, cela pourrait être un échec de l'intégration, parce que l'intégration va toujours dans les deux sens. Hein. L'intégration, ça signifie que l'autre, euh, l'immigré, se rapproche de, des Allemands, de la culture allemande, mais ça signifie aussi que les Allemands modifient leur, leur auto-représentation et euh, font un pas en direction euh, des immigrés. Donc l'intégration, c'est toujours une, euh, un, un travail commun euh, entre la société d'accueil euh, et euh, les immigrés. Euh, une question à Madame euh, Saito, en fait qui fait suite à euh, celle de M. Marzocchi. Euh, vous avez euh, parlé d'interculturel, vous n'avez pas vraiment parlé de pluriculturel, et vous n'avez surtout pas vraiment, que je sache parce que la traduction n'était peut-être pas parfaite, vous n'avez surtout pas parlé de plurilinguisme. Euh, donc, la, euh, euh, Singapour est officiellement unilingue, avec euh, l'anglais comme langue officielle, comme langue de scolarisation. Euh, en réalité, la société euh, de Singapour est multilingue. J'étais deux, trois fois à Singapour et j'ai vu moi-même moi, euh, moi la pluralité des langues euh, et des cultures dans les rues, dans le, dans le paysage linguistique. Alors, question, euh, pourquoi ne parlez-vous pas de plurilinguisme Et question annexe, comment peut-être être. être Comment pouvez-vous pouvez parler de littératie multiculturelle sans parler de multilittératie, de plurilittératie dans plusieurs langues Et la dernière question va à M. Corbeil. Euh, nous avons entendu euh, il y a quelques jours une euh, communication de M. Claude Fredette, euh, qui est euh, conseiller, qu'est-ce euh, qu'il est, qu est conseiller expert en communication auprès du gouvernement du québec il nous a beaucoup parlé d'enseignement de, du français à la question euh, mais où est euh, l'interculturel il n'a pas fait comme vous il n'a pas dit la francisation c'est l'interculturel parce que en, en, en résumé c'est ce que vous venez de nous dire il nous a dit l'interculturel j'en ai pas parlé et il nous a aussi dit il y avait un conseil de relations interculturelles au québec qui a été abolie en, en 2010. Donc plutôt que d'aller en direction, comme le font les autres pays dont nous avons entendu parler aujourd'hui, euh, plutôt d'aller en direction de, de, de l'interculturel, on a l'impression que euh, la politique officielle, je ne dis pas les euh, Québécois, mais la politique officielle du, du Québec, va bah dans l'autre sens, à savoir en direction d'une fermeture sur le français. Merci. では、山本先生、お願いします。ごご質問ありがとうございまました。えーとま、ずあの異文化感受性があの自分の世界観の中でその、まあ、違いとかあの類似性とかそういったものをどこにどの程度見いだすのかそれともそういったものが目の前にあっても気づかないとかそういったあの形であのそういったものをの発達をどんどん表していってるものです。 でそこに、えーそうですね、あのちょっと合ってるかどうかあの聞かれてることと合ってるか分からないんですけれども、あのー、自分が中心的な段階ではその他者を見る時に軸になるのがその自分自身であるということですねで。ですので自分を中心にして相手を自分と違っているからあそれは良くないと思ったり、あのー、あやっぱり一緒なんだただし 自分と一緒なんだっていうふうにやはり自分を中心にしているというのが自分化中心主義でで,でその後、えー、あやっぱり根本的に他の人たちと自分自身とでこうすんその自分自身がその存在しているコミュニティの成り立ちやあのそういったもの自体が違うんだということを受け入れるのが重要なんですがそれはでもあくまでやはり他者のものとして眺めている状態であり 自分とはの中にはまだない状態ですね。であの適応になるとそれが自分の中に身体化されていくあのブルデューの「ハビトゥス」の概念と似たようなところがありますが自分の中でも自分でもやっていくことで自分の中にそれが作られていくというふうにあの変わっていきます。で今回の私のの私調査の中では、えー、とそういったところを具体 どういった経験をされているのかっていうことを聞いてでそういったあのいろんな人たちが例えばその、まあ、ちょっともう放っておくとかあの、まあ、いいところだけ見てもういいとこは悪いとこ見ないとかいろんなステートメント違いとか類似性についていろんなことをおっしゃっているので,でそれをアンケートの項目にしてでそれで、えっと、1,000人の方を対象にしてアンケートした結果 えーと、それを因子分析したらこういった形にまとめられたっていうものをあの今回はご紹介しています。えーと、ちょっとこれで答えは合っているんでしょうか。はいはい、ありがとうございます。では、えー、続きまして伊藤先生お願いします。 ご質問ありがとうございます。政策は態度を変えたかということですけれども、ドイツ人たちのですね、あのまず1996年の異文化間教育勧告が出された背景には、90年代の外国人敵視、暴力というのが非常に問題になったという背景があります。でその ですね、この政策がじゃ態度を直接的に変えたかといったらそういうことではなく少なくともですねころはあるかと思いますで。このような言い方をするのはなぜかというとですねちょっと正確な年限今回の報告には関係ないと思っていたので手元に資料を置いていないんですけれどもドイツで今あの レイシズムのない学校プロジェクトというものがあります。シューレオネラシスムスシューレミットコラージュというプロジェクトがあります。そのプロジェクトがですね、90年代後半以降、2000年代、そして今日に至るまで、それに参加する学校数が非常に増えております。そのような意味では、やはり自分たちが移民に対するその態度をどのように えー、持っていくのかというところを少なくともですね、青少年レベルで非常に真剣にこう向き合っているということの表れだというふうに思っています。で旧あのドイツえ、旧東ドイツ地域でですね、外国人嫌い、 が激しいいところについてはですねむしろ私よりも生田先生の方がお詳しいんじゃないかなとも思うんですけれどもえ旧東ドイツで外国人移民の比率が低いにもかかわらずあのような激しい、えー、反移民反難民の動きが起こるということについてはやはりい,いろいろな要因社会経済的要因でなかなかそのドイツの若者、えー 働き盛り30代40代の人たちにとっての機会がこう平等に与えられていないという社会的な不満も大きいかと思います。で、それに対してどのような取り組みがじゃ政府としてできるのかというところはやはり旧東ドイツ特有の社会的課題もあるかと思います。ただ青年、青少年たちに広がるその反移民、反難民、あるいはですね、反 あのアンチセミティズム反ユダヤ主義に関しては非常にその青少年に対していかにアプローチをしていくのかというところで学校学校外の教育機関が連携をして、えー、さまざまな取り組みをしているというところがありますあのいろいろじっくりお話ししたいんですけれどもコルビーユ先生の回答の時間も、はい、<laughs> 必要かと思いますのでこれであの簡単ですけれども終わりにしたいと思います。はい、伊藤先生ありがとうございました では続いて斉藤先生お願いします。えご質問はあの先ほどのあの丸崎先生と,と重なってまして、なぜこのシンガポールは多言語社会なのに復元語主義に触れなかったのかと復元語リテラシーにこれからどう取り組めばいいのかというご質問だったように思います。で今回実はあの私学校教育に着目しましたのでシンガポールの学校教育は実は復元語主義ではないんですね。 それは先ほどお話ししたように教授言語は英語でプラスアルファで母語として何語をとってもいいというふうになっています。でも現実社会は先ほどおっしゃったように多言語社会になっています。なぜかということですね。でこれはあのかつてシンガポールではあの例えば一人の人間が親から学ぶ言語として広東語を学んでいたイニセイがですね今では広東語ではなくてマンダリンという標準語を学ぶようになっています。で圧倒的にもうマンンダリンの 学ぶ人たちが多いんですねこれは何かというと親とのコミュニティを維持のためにマンダリアを学ぶのではなくて自らら今後使用する言語語語ととして標標準準が有利だから標準語を学ぶとでこういうことを考えていきますと私はシンガポールはあそこの地政学的に言っても立地条件それからインドに囲まれインドネシアに囲まれマレーシアに囲まれ中国に囲まれという条件から地理的条件からいってもおそらく 復元主義が進むだろうううといいふにに楽観的に思っていますそれはシンガポールがこの開発独裁が済んで完了した段階でこれからシンガポールはそういう復元語主義の社会としてシンガポールをあの小さな国を生きていく以外に道がないからなんですね。ですから私はこれから復元語リテラシーにどう取り組めばよいかというふうに考えたときにおそらくあの国はそういう政策をとっていくだろうそして実際にもうそれに先んじて国民は 自,自ら復元の主義に動いているのではないかというふうに私は見ています以上です西藤先生ありがとうございますでは続いてコルベイ先生お願いします Euh, rapidement, euh, je voudrais juste dire que je suis en désaccord avec mon collègue québécois pour, au niveau de la cause. C'est-à-dire que euh, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a des, euh, bon, des réductions de postes, euh, des réductions de budget, mais euh, la cause principale, ce n'est pas un, un retrait euh, ou un déni de l'interculturalisme, c'est plutôt des contraintes budgétaires euh, causées par des déficits et aussi le nouveau gouvernement libéral qui euh, coupe dans la majorité des programmes sociaux. Euh, euh, bon, en santé, euh, en éducation. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, bon, L'interculturalisme, je ne pense pas qu euh, que c'est une cible privilégiée. Euh, ce ce n'est qu'une qu victime parmi tant d'autres. Euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait de repli. Euh, en fait, et, et je pense qu'en général, que ce soit à l'université ou dans les gouvern euh, au gouvernement, euh, il y a beaucoup de politiques interculturelles. Même euh, il y a deux ou trois jours, il y a eu un, un document qui a été produit par le gouvernement euh, qui... Euh, Répète l'engagement inter interculturel du gouvernement, mais il y a un manque de moyens, euh, donc qui est général. Euh, au niveau de l'interculturalisme, malheureusement, il y, a, il y a encore peu de définition de la culture québécoise, et donc tout, tout est, euh, revient aux français. Et encore, euh, pour des raisons euh, qui ne sont pas idéologiques, mais encore économiques, euh, bon, les raisons dont j'ai parlé durant ma, ma présentation, euh, on, on invite plutôt des, on, on veut encourager l'immigration des francophones. Et donc euh, le gouvernement n'a pas aucune visée idéologique, c'est tout simplement pour euh, couper dans les programmes de francisation en augmentant le nombre de gens qui parlent déjà français. Euh, et donc, au niveau de la culture, mais encore au niveau du français, euh, je pense que de plus en plus les Québécois bon, euh, ont confiance, euh, parlent français, euh, donc bien sûr, et enseignent le français. Mais vous, euh, quand j'ai commencé à enseigner le français au Québec, euh, euh, aux immigrants euh, francophones, j'enseignais le français écrit. Euh, plusieurs personnes m'ont dit Mais j'ai appris toute ma vie, j'ai appris le français avec des professeurs français, je ne peux rien apprendre de Québécois. Et euh, donc, euh, donc euh, déjà, hein, le statut du, du français québécois était euh, d'un point de vue international beaucoup plus bas. Quand je suis arrivé au Japon, euh, je ne pouvais pas trouver de, euh, de poste de prof de français, donc j'ai enseigné l'anglais. Et la première chose qu'on m'a dit, on m'a dit mais tu es québécois, est-ce que tu parles bien anglais je veux écouter ton anglais. Donc les Japonais écoutaient mon anglais pour vérifier si je parlais bien euh, euh, anglais. Ensuite, j'ai trouvé un poste de français. On m'a dit Mais tu parles vraiment bien français on voudrait, on voudrait entendre ton français. Donc euh, euh, on parlait de langue seconde. J'ai deux langues secondes. Mais je pense quand même qu'il y a une reconnaissance, autant en France que dans la francophonie, du statut du français québécois maintenant. Et la preuve, maintenant, euh, bon, au Japon, euh, je suis professeur et j'enseigne entre autres le français euh, euh, sans problème. Ouais. Voilà. Merci. はい、コルベ先生ありがとうございました。まあ,あの、このままの形であの閉会の挨拶させていただきます。座ったままで失礼します。まあ、今のコルベ先生の話ともちょっとだけ関係あると思うんですけども。あの、私たちはこのような国際研究集会を始めてからですね。もうかれこれ10年近く経っているんですね。で、いつもこういう風うなフランス語でやっています。 でえー、まあなんでフランス語でやっているのかをそれを通訳をつけてやっているのかということなんですがこれはもちろんあのいろんな方に参加していただくためですねフランス語が分かる人だけが参加しても意味がないというのでいろんな方に参加していただくために通訳の方にいつもお手伝いしていただいていますではどうして今度はまあ大抵の人が分かる英語でやらないのかということですねこれにはすごく大きな意味があると思います。 ももし英語でやったらもう答えは出ていますねあの今日の異文化間教育の話をずっと聞いていただいてどうなってしまうのかということですね、まあ、ここが一番大きな問題でだからフランス語を使ってやるるこことととに意,意義があるということですね今日私最初の方でヨーロッパ評議会の外国語教育の3つの目的という,う話をしたと思うんですけどもその触れなかったのは社会政策的目的。 については何の話ももししませんでしたけれども社会策的目的というのは簡単に言うとですね教育で言葉をその言葉を教えなければその言葉はなくなってしまうということなんです。 だからこの,、まあ、この国際研究集会もそうですけれどもフランス語を使わないで英語でやってしまうとどん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 フランス語はまあ退化していくというか衰退してしまうような形になると思います。やがてててはももしししかかかかこの地球上らら消えてしまうわないということなのでまあそれはちょっとあの。 誇張していますけれども、まあ、こういう形で私たちはこれからもあのフランス語でこういう形をの研究集会を続けていきたいと思います。もう私は半分引退していますのでまもなく完全に引退するかも分かりませんけれどもあの皆さんのこれからのご支援をよろしくお願いしたいと思います。それでではあの最後にですね あのえご登壇していただいた先生方にお礼を申し上げたいと思います、特にですね、遠くからいらっしゃったリューディ先生と、それから丸関先生にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました